はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、人生初めての、タラの白子を食べていきたいと思います。ね。あ、これちょっとあれだ。後にしよう。一口ぐらいちょっと食べようぜ、これ。ポン酢でいただきます。ね。それでは、食べていきましょう。白子食ったことないんだよ。どうやらググったところによると、白子というのは、精巣らしいですね。いわゆる男のチンチンの金玉の部分から出る精液の精巣ですね。精液を作る精液を作る器官ですね、精巣。では、いただきまーす。筋が。なんだこれ。あ、なんだこれ。なんか、これはあかん。なんかそう考えると精液の香りがする。口の中いっぱいに精液の香りが。イカ臭い。いや、イカってそこまででもないんだけど。てか知らなかったの。白子って何の部分なのかもそもそも知らなかったんだけど。これはあれだ。これダメだ。これあんまり美味しくない。これ鍋で煮るわ。これダメ。これ鍋で煮る。煮て食べよう。これ煮て食べるべき。これ生で食うとあれだ。なんか、精液を飲んでるみたいな。ザーメンを飲んでるような、味のような、風味のような香りがする。ね、俺昔彼女にね、精液ね、ごっくんさせてたんだけど、あれだね。美味しいって言って飲んでましたけど、なんかそれの、あれだな。風味がする。風味が。これダメだな。これあんまり美味しくない。これあれだ。これあんま食わなくていいわ。二つ星。これは食わなくていい。茹でればうまいのかもわかんない。なんで、茹でます、これ。茹でる。これ茹でて食べたらうまいかもしんないね。ということで、ご視聴ありがとうございました。